演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ナチュラルローソンのココナッツ香るグリーンカリーを食べたいと思います。はあ、グリーンカレーって初めて食べる気がするんですよね。どういう風な味なんだろう。見た目はあまり辛そうには見えないんですけど、香りが結構きついんですよね。なのでちょっと怖いですけど、なんか普段のカレーだとあんまりやっぱり見ない食材とか入ってますね。どういう風なんだろう。ではいただきます。あー、香り通り結構来るな、この刺激。ココナッツの香りどころじゃない。やっぱり香りの通り結構辛さきついですね、これ。ああ、今もビリビリ結構下がきます。まあ辛味順にここに4って書かれてるので結構辛いのは分かるんですね。具材は鶏肉とタケノコで、タケノコが入っているカレーって本当珍しい気がしますね。皆さんは入れますか、タケノコに、カレーにタケノコ。少なくとも自分は今まで入れているのを見たことはないですね。とまあタケノコに出せる費用はどうでもいいですね。辛さが結構辛くて好みが分かれそうな味ですね。これはちょっと舌がビリビリしてきてまして、あー、というわけでこちらの点数とさせていただきます。これ以上喋っても舌が回らない。それでは、炎天に木が寄り添うや、この人のきっと木陰に進まれているのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。